武蔵マニア、まぶしい。 Hi, hello everyone, my name is 武蔵。というわけでキャンプ地リポート。はい、というわけで太陽がめちゃくちゃ浴びてるんでこんな顔になってますけど、キャンプ地リポートの場所はじゃじゃん、こちら。球団名がね、あのミルウォーキーブルワーズっていうところで、ロゴがちょっと違うんですけど、ちゃんとミルウォーキーブルワーズって書いてます。来ましたよ、ミルウォーキー。駐車場までそこまでは広くなかったですね。チームストアはやってへんや。うわすげえ、うわきれい、うわすげえ、これよう見るやつ、これがロゴですね。これがちなみに、ブルワーズはね、青木宣親選手がいたところです。ここにもチームストアあるね。うわー芝生、外野から見る感じこんな感じか。チケット、こっちにもえぐい。はい、というわけでやってへんな。あ、ロビンズ、ラッキーロビンズ。もうあちらこちらにメジャーリーガー多分おるかも。もうほんま始まるから、招待選手はもう今来てんもんね。はい、こんな感じかな。こういうのも赤土っていいよな。あーすごいすごい、あらすごい、掃除されてる。いやもう見せてもろたね。はい、キャンプ地巡り意外と面白いな。これでもだってやってたら見入ってしまうから、いろんなところ回れない。うわ広すぎるやろ。ボールあるってことは選手がおるんかな、これまで。いや広すぎるやろ。ほんで多分バックネットにね、大きく6って書いてるんで、とりあえず6面はあるんじゃないんですかね。なんでこんな車いっぱいあんのやろ。車いっぱいの割に見る人少ないな。はい、というわけで、ミルウォーキーブルワーズのキャンプ地はどうでしたでしょうか。今回も非常に内容の濃いキャンプ地リポートに、なったと思います。というわけでこの動画がいいと思いましたら、チャンネル登録、そして高評価、コメント、ぜひよろしくお願いします。で、アメリカンファミリーフィールドスオブフェニックスって書いてますね。はい、アメリカンファミリーフィールドス、キャンプ地がこんなすごいんやと思いました。はい、というわけで Never give up. Goodbye.